アルゼンチンアリ、アルゼンチンアリ、アジゼンチョウアリラインパシーマヒューミリは、八目アリカカタアリアカアルゼンチンアリ族に分類されるアリの一種。その性質から、副除や根絶が容易ではなく、家事を食害し、人間を含む多生物の巣に侵入してきてその、住人を襲い、そこから追い出す時には、絶滅に追いやる、その結果間接的に生態系を破壊するなど、 この上もなく厄介なことで、世界的に有名である。世界の侵略的外来種ワースト100選定種であり、日本の侵略的外来種ワースト100選定種でもあり、特定外来生物にも指定されている。本種は、最初にドイツの昆虫学者グスタフ・エル・マイヤーにより、1866年に、ブエノス・アイレス近郊で、模式標本が採集され、ハイパクリニア・ヒュームリスとして記載され、 短期間入り玉アメックス族に分類された後、1990年代初期に現在の族へ移された。南アメリカ、アルゼンチン北部、ウルグアイ、パラグアイ、ブラジル南部が原産地とされるが、現在アメリカ合衆国内では、フロリダ半島を中心とする合衆国本土南東部とカリフォルニア州を中とする地域、オセアニアにおいては、ニュージーランド、イースター島、 オーストラリア、ハワイなど、ほぼ全域で、その他ヨーロッパ、南アフリカで生息が確認されている。アジアでは、記録がなかったが、1993年に、日本の広島県20日市,市で、初めて採集され、広島市、大竹市、呉市、府中町、山口県岩国市といった、周辺地域での定着も確認された。その後、兵庫県神戸市のポートアイランド、 愛知県田原市、豊橋市、岐阜県各務原市、神奈川県横浜市、京都府京都市伏見区でも生息が確認され、現在11都府県で繁殖が拡大している。働きアリの体長は約2.5ミ、mm、リメートル、体高は1.6ミ、mm、リメートル程度で、女王アリは通常その2から4倍程度の大きさ、ただ下のアリと比較して長い触覚と足の影響で、実際は、 より大きく見える。である。体色は遠目には黒く見えるが近寄ると褐色であることがわかる。多種に比較して足と触角が長く、それらを振り回してせわしなく動き回る。人目につく時には大抵多数の個体からなる行列をなしているのも特徴の一つである。一匹だとそれほどでもないが多数群れている時にそのうちの一匹潰すとカビ臭い匂いがする。 攻撃性が強く、多種のアリの巣を見つけるとこれを襲って、その巣の成虫幼虫含め丸ごと餌にする。アリだけでなく、蜂の巣や天敵であるはずの鳥の巣まで襲ってヒナを殺す場合がある。またよく人家にも侵入し、その場合は人間や家畜が攻撃の対象となる。武器は大顎で、これでもって噛みつく。カタアリアカのアリは、 ハリアリアカやフタフシアリアカのアリのように毒針はも、いないので刺すことはなく、またヤマアリアカのアリのように二酸を含んだ毒液で攻撃することもないので、噛みつかれても他のアリや蜂に攻撃された時のような症状は起きない。多女王星であり、一つの巣に複数の女王アリがいる。その割合は、普通は働きアリ千匹に対して女王アリ八匹程度であるが、口述する。 超巨大コロニーともなると100万匹以上の働きアリを抱え、女王アリの数は1000匹以上になる。行動スピードはとても速く、日本在来種のありの4倍近いスピードで動ける。気温の一定な市街地を好み、山間部での活動は確認されていない。NHK の放送より、女王アリは1日に、 約60卵程度を産み、約2ヶ月で成虫の働きアりとなる。働きアりの寿命は、約1年で、気温が5摂氏35度の時に活動し、低温になる器は、活動が鈍る。常温アりも摂氏20度以下では産卵しなくなる。原産地南米の気候に適応しており、雨季に巣が水没し全滅するのを免れるため、頻繁に、 女王アリを伴い分子する性質がある。本種は多情性なので、数等の女王アリが巣から失われても元の巣が得ることはない。また元の巣自体からも頻繁にコロニーが引っ越す。多種によく見られる結婚飛行は行わず、女王とオスとは巣の中で交尾する。途中に巣を作る場合、深さは20センチメートル程度であり非常に浅い。しかし本種が、 途中に営像するのは稀で、それより人工建造物の地上から150センチメートル以下の場所にある隙間や壁の割れ目に転んで侵入しそに営像する。本種は外皮が柔らかいので約1ミリメートルの隙間もかろうじて通り抜けることができ、ゆえに木材の割れ目やコンクリートのひびのような非常に狭い隙間にも映像することができる。車のトランクや ちょっと置いておいただけのヘルメットの中にすら映像した例がある。さらに、侵入地域における本種は、個体間の遺伝的多様性に乏しく均一に近いので、異なる巣に属するアリであっても互いに攻撃したり、争ったりしないことが知られている。通常は別の巣から来たアリは寄ってたかって袋叩きにされ、殺される運命なのだが、本種が侵入した地域では、ある巣に属するアリが、 他の巣に侵入しても、その蟻は攻撃もしくは排除されることなく、その巣の一員に収まることができる。こういった性質があるため、侵入地域では、本種の巣が一定の間隔を置いて連続する場合、それらの巣は同じ集団に属する群れのように振る舞う超巨大コロニーとなる。本種が侵入したヨーロッパやオーストラリアにおいては、その直径が1 0 0トルを超す。 超巨大コロニーが発見れたといった信じ難い報告がある。しかし、原産地である南米においては、スカンや地理的に隔離された地域間にもともと遺伝的多様性が生じているので、異なる巣に属するコロニーの間で互いに逃走して排除し合うため、侵入先におけるような超巨大コロニーは形成できない。よって、原産地では、 他種のありを駆逐することもなく共存している。人間や物資の移動に伴い分布を拡大していったと考えられている。日本においては最初に発見された広島県廿日市市には輸入木材の受け入れ港があり、その周辺から広がっていったことが確認されているので、輸入木材の中に救っていた一群が分子して上陸した可能性が非常に高いとされている。 本種は体つきこそ小さいが攻撃性が強く繁殖力も旺盛なので数に物を言わせて侵入地域における土着のアリほぼ全種を駆逐根絶することで知られる。本種に侵入されたアフリカのある地域ではこの性質により土着のアリに生活感を依存していた特殊な植物が絶滅の危機に追いやられカリフォルニアでは主に土着のアリを捕食していたトカゲ一種の 個体数が著しく減少した例が知られている。また他の多くのアリ同様、甘みが大好物で、アブラムシやカイガラムシといった、吸収性のカメムシめ昆虫を、その排泄物を目的に保護する性質がある。これら吸収性昆虫は、多くが農業害虫であり、そうでなくても、植物を弱らせたり伝染病を移すので植物の勢いが弱まり、 農作物の場合は当然のように収量が減少する。また、本種自体も甘い実をつける果樹などを食害する。間接的にも直接的にも農業害虫であると同時に、ブースの際に餌や水を求めてわずかな隙間から人家に侵入するため、不快害虫としてとてつもなく嫌われている。また、上述した性質から台所などで本種を見かけた場合、 その働きアリの中にニから3頭の女王アリが紛れていることも珍しくはなく、そこがアリにとって居心地がいいとなると、家屋の隙間に映像し繁殖る。映像されるとそれこそ家をアリに占拠されたも同じで、布団の中にまで入り込んで人を噛む。また本種は、エアコン、ヒートポンプ、電話交換機、交通信号、ガソリンポンプ、侵入灯、その他電気機器に侵入し、 誤動作や故障を引き起こすことがある。いずれもありが機器内に設置された、軽電気の接点を渡ったり、そこで、感電死して、接点感が短絡し、破損することが原因である。冒頭に記したように本種の根絶は容易ではなく、専門家ですら、不可能としている。おそらく効果的な駆除法は未だに見つかっていないものと思われる。というのも、 効果的に駆除できるのならこんなにも世界中に広がることはないからである。また情報源によって内容が異なるのも有効な駆除法がないことを伺わせる。以下にいくつかの駆除法や防除法を挙げておくが、これらは防除のための単なる対象療法に過ぎない可能性があることに留意すべきである。虫そのものに対してではなく巣に向かって、 殺虫剤を吹きつけるのがコツである。壁の隙間や割れ目など、アリが潜んでいると思われる場所にはノーズルを用いて、その内部に直接噴射する。またアリに対する寄付成分を含んだ、噴霧型殺虫剤を窓枠や家の周囲などに吹き付けておくことで、アリの侵入を防ぐことができる。本種は、雨天時に雨を避けるため人家に侵入する性質があるので、雨天前にするのが効果的である。 ただし英語版ウィキペディアには、殺虫剤は女王に散乱を促し、問題をさらに悪化させるだけだとの記述がある。また粉末型の殺虫剤も同様の使い方ができる。粉末型はアリを殺すことはないのだが、接触するとアリはこれを避けるので、家屋への侵入の防除に役立つ。市販屋。 自家製の餌型殺虫剤や液体型殺虫剤は、アリの性質をうまく利用した殺虫剤である。よく知られているように、アリは餌を巣に持ち帰り、それを女王や幼虫と分け合う。餌型殺虫剤はそうやって女王や幼虫にまで毒を盛る殺虫剤である。固形タイプの餌型殺虫剤は、巣やアリの行列の近くに置いておくが、 長期間同じ場所に置いておくと、アリが警戒し、寄りつかななるので時折置き場所を変えてやる必要がある。またアリは、グルーミングといって、互いの体を舐め合う性質がある。地高性の液体型殺虫剤は、外を歩き回っているアリに散布して、グルーミングにより巣の中にいるアリにまで殺虫成分を浸透さ、すまるごと全滅させる殺虫剤である。この種の殺虫剤には、 アリの虫体に直接振りかけるものもあるが、餌型殺虫剤と効果を一にした簡単な自家製のものもあるのでその製法を記しておく。これをアリが蔓延している場所へそこの浅い皿に入れておくと良い。放酸は熱湯にしか溶けないので、水の温度が低い場合は砂糖などと混ぜて電子レンジにかけると良い。作り置きして少量ずつ皿に移して使うのも良いが、 ペットや幼児が舐めたりしないよう保管場所には気をつけるべきである。これは皿に移した方についても同様である。この毒へは、アリの体内で脱水症状を引き起こし、水がありやその幼虫の体から徐々に奪われる。その後体内で放酸が結晶化するので、アリや幼虫の消化管は傷つけられ、結果死に至るというものである。2013年に、 国立環境研究所などが殺虫剤オフィプロニルを混ぜた餌を用いた効率的な駆除する方法を開発したと発表した。この餌を用いた実験では4ヶ月で生息数が1、5に減り、一方で置かなかった地区では84倍に増えたという。アルゼンチンアリのフェロモンを使う方法について現在研究がなされている。アリの外骨格は炭化水素の混合物で覆われている。 この物質はその成分や成分比などが群れによって異なり、アリはそれを科学的に分析して相手が仲間かどうかを見分けている。このフェロモンに類似した合成物質はすでに開発されており、この合成物質がアリを騙すことができるなら、合成物質が体表に付着したアリは他のアリに他のコロニーのメンバーと間違えられ中に殺される。 この合成物質が成功するか否かは製造コストや方法の容易さ、あり以外の生物に対する毒性、再使用が効くか否かといった条件にかかっている。また他の方法と組み合わせることで、もっと効果的な防除が期待できる可能性がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。